寝る前3分ショートホームルームということで始まりました。寝る前3分ショートホームルーム、吾妻由真です。本日1月23日月曜日でございますけれどもですね、先週土日にかけて私もう咳が止まらなくて、でちょっと病院に行ったら気管支炎、人生で2回目の気管支炎、確か1回目は中2だったか小6だったか中2だったかなの時になったんですけど、気管支炎になって咳が止まらなくて、でねちょっと今も咳コンコンちょっとしちゃうんだけど、でねそうなんですよ、今日はですねその話をしたくて、でこの先週の土曜日も私が咳コンコンしちゃって病院に行った日なんだけど、この日ね真剣ゼミの期日模試っていうのがあって、1月の期日模試、もうの高1の最後の期日模試があったんですけど、咳コンコンして学校休んじゃったんですよ。土曜日にあったんだけど、でね結局それ出れなくて受けられなくてね、テストで本当は今日事後受験、あの土曜日当日受けられなかった人たちが受けるよみたいなのだったと思ってたんだけど、なんかその高血、あの部活の大会とか遠征とかそういう事前に休むよって言ってる人以外、だから私みたいな病欠の人はもう受けられないって言われちゃって、もうね私正直ね、あんまりみんなからしたら、いやお前何言ってんの、頭おかしいんじゃないかって思われるかもしれないけど、テスト受けたくて仕方なかったの。あのねこのテストのためにいろいろ勉強したんですよ、数学をね勉強し直して、なんだあのあれとか私が大好きなユークリッド誤助法とかね勉強し直して、三角形のさ正弦定理余弦定理とかちょっと忘れてたから勉強したいから、国語もね古文ね助動詞ねルーラルスーサスシムツーヌキーキリタリリー、あーもう分かんないけど助動詞とか勉強したりとか、英語もね英単語勉強したりとかしてたんだけど、めちゃめちゃ準備したんだけどテスト受けられなくてちょっとねがっかり。そして気づいた方もいらっしゃると思うけど、こちらほらここ変わってるでしょ、ポスター。これね普段塾の、遠いなぁ、まあ、近づける必要もないからいいか、普段塾ニューシングル明石ソウルメイトなので、これね何気にこう見えてるか分かんないんだけど、メンバーの全員の直筆サイン入りで、この端っこの方に、この端っこの方に写ってるこれね、これも去年の今頃に出た、何日だっけ、2月24日、去年の2月24日に出てた普段塾の友達と呼べる君へっていうですね曲の、あの直筆さん入りポスターと、こっち明石ソウルメイト1月18日発売のですね、もうオリコンでウィークリーチャート1位狙ってたらしいんだけど、三浦大知さんって知ってます、あの守りたいのニベアのね、あの CM の三浦大知さんのがエグゼイド、今カメラでエグゼイドのオープニングテーマ歌ってんのかな、のエグゼイドの CD の発売日と普段塾明石ソウルメイトの発売日が被っちゃって、あのまあ、イースみたいになってんだけど、イースって沖縄の方言でいい感じみたいな、ね、イースの戦いになってんだけど、まあ、どうなるのかなということで、私もね、まあ、いろいろつむつむ、まあ、つむつむっていうのはオタク用語で CD をいっぱい、同じ CD を何枚も買ってつむつむっていうんだけども、つむつむしたんですけどもね、どういう感じかなということでございます。で今週の水曜日に、ポケモンキャスまたやります、ポケモン実況。あの時ね確か1人とか2人ぐらいしか見なかったんだけど、アーカイブ多分出てると思うんで見たい方はぜひということで、本日の寝る前3分ショートホームルームはここまで。吾妻由真でした。 See you next time。 明石ソウルメイト買ってね。